this episode is brought to you by kia's first three-row all-electric suv the kia ev9 with available all-wheel drive and seating for up to seven adults with a 0 to 60 speed that thrills you one minute and available reclining lounge seats that unwind you the next visit kia.com slash ev9 to learn more ask your kia dealer for availability no system no matter how advanced can compensate for all driver error and or driving conditions always drive safely 毎週木曜日、この時間ズームアップは科学がテーマです。毎日新聞論説員の本村由紀子さんです。本村さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。さて、えー、今日のテーマですけれども、新型コロナワクチン、いよいよ。まあ、最後の無料接種が始まっていますね。うん、昨日からですよね。はいうん、あの生後6ヶ月以上の人。 で、初回接種を終えているすべての人が対象で、はい、まあこういう、あの、ていうのかな、えっと、感染症法上の扱いが5類に移行してはいるんですけども、えーえー、希望する人には無料でという、うん、あの、まあ、寛大な国の政策ですね。はい、これ、まあ、今年度末までの特別措置だそうで、えーえっと、希望する人がただで受けられるっていうチャンスは、これが最後になりそうでございます。うんはい えー、私のところにも接種券が届きました,ましたお二人はどうですかうちはまだ来てないんですね そうですか。はい、まあ、それのね、取扱説明書などを読みながら考えているところですが、えっ、ー、と、今年の春にも定期接種というか行われているんですけども、はい、え春の場合は、あの、高齢者とか、それからえ基礎疾患がある人限定だったので、うんえー、え秋からはそうでない方、若い方とか基礎疾患がない方もえ検討するということになります。うんはい もう一つはね、あの、ワクチンの、まあ、種類というか、あの、まあ、タイプは変わらないんですけども、ターゲットが、あの、変わりました。はい。えー、オミクロン株の派生型 XBB 系統に対応するものということで、はい、えー、XBB というのは、ま、今、あの、これまで流行っているものですよね。そうですね。うん。ただね、えー、あの、現在、今現在主流となっているのは XBB じゃなくて、えー、 イージーファイブって言われてるものなんですど、うん、どんどん変わりますね <laughs> うん <laughs> そうちょっちが、ね、<え>追いつけないぐらい追いつけないですよね最初こそですよ従来株から始まってなんかアルファとかっていうのはデルタとかね、うん、そんなのはついていったんですけど <laughs> もう x bb とか言われたらもうね もう派生型は今はももうう一一回回いいですか今、ね、今のは、e、今流行ってるのは EG5、e。これ感染者の6割以上が EG5 だそうですけども。6割以上はい、はい ただねワ、えっと、ワクチンのこの XBB 対応っていうのは、<え> XBB から EG5 が生まれているので、<あ>あ<ー>じゃあ効果は期待できそうなんですかね。一定程度期待できるということですね。なるほど。それから今月東京で初めて報告された別のまた派生型があるんですけども、はいはい。ですかエリスとか呼ばれている BA286 <ー> BA っていうやつなんですけど、BA286 <ー>。<laughs> はい。 まあこれに対しても試したところ免疫反応が見られたということで、当面はこれがあの最新のワクチンがあの効果があるのではないかと考えられます。はい、えとただですね、うん、えまあメリットだけではないですよね。もう皆さんご存知ですよね。効、ねうん、く、それから感染を予防できる重症化を防げるという効果の一方でえ副反応というのがあります。えー、はい お二人は経験されましたか副反応は。ありましたね。僕、ひどくはなかったですけれども、やっぱり、倦怠感とか、まあ、摂取した部分の腫れとか、そうですね。痛みみたいなものは続きましたね。そうですね。微熱がありました。微熱私は結構、熱が出たりとか、それからね、多分これ、関係あるんじゃないかと思ってるんですが、2か月ぐらい経って、帯状疱疹を解消しまして。 <あ><ー>結構周りの同じ年頃の,あの女性に多いので、えー、ひょっとしたらと思ってるんですよね。 まあ、まあ、ご多忙なところもあるでしょうけどね、もともと。うんね、まあ多、多忙っていうのもあるんですけど、<ー>体調方針ってもともと昔やった、あの、えっ、ー、と水、水疱瘡、はい。あの、水瘡でえっで、と体の中に生き続けてるヘルペスウイルスみたいなやつが、ちょっと免疫の隙をついて発症するっていうね。<ー>で、中高年は気をつけてって言われてるんですけど、えー、まあ、生まれて初めて体調方針になったので、えー、ひょっとしたら、 接種とんまあ少し、あの、そういう意味ではね、少し腰が引けてるんですよ。ね、確かに。副反応で、えー、次はやめとこうかなって思う人もいるかもしれませんね。きつい思いしてそうなんですね。ねあの、今回特にね、えー、あの、これまでと違って、はい、えっと、いわゆる、まあちょっと強制力の強めの、あの、推奨とか、それから努力義務っていうのは、えーはい、高齢者と、 それから、えっ、ー、と、慢性疾患、基礎疾患がある人に限られていて、えー、その他の人、例えば、基礎疾患がないとか、えー、65歳未満の方に対しては、えー、まあ、基本、あの、強制はしません。どうぞ、ご自由にっていうスタンスなんです。なので、余計に昔はもう言われたからしょうがないかなと思って受けてた人が、はい ちょっと待てよ。うん、あ、自由ならどうしようかなって考える余地ができてるんですよ。そうですね。うん。うん、思っちゃいますね。ここでまあ整理しておきたいのはワクチンの目的ですね。はい。えー、第一には、まあ自分が感染を予防する、うん、あるいは重症化を防ぐ、自分を守るっていう目的が第一です。ですねはい、はい。第二は、まあ社会を守る、うん、他人に移さないとか、 まあ、病気の、周りの病気の人にうつさないために自分が接種を受けるっていう、うん、その二つの目的がありますよね。はい。なので、あの、皆さん、それぞれの個々の事情、うん、それからご家族の様子、うん、そして自分の、まあ、不安とか自分の、うん、と体調、うん、そういうものを、こう、いろんな要素を、こう、並べて、うん、こう、メリットとデメリットの、こう、天秤 にかけるという作業が改めて必要になってきます。えー、まあ私の場合は、だからさ、一回言ったその、体調方針にかかったのがちょっと心配<ー>というのもあるんだけど、これから年末年始にかけて帰省したり、それから家にはお、まあ、年老いた両親が、親がいたり、まあその親と一緒に旅行する計画なんかもあるので、えー、 うん、どうしようっていう感じなんですよね。あそうですね。うんあのー、そういうふうに、まあ、それぞれ本当事情が違うので、ええ、一概には言えないんですけども、うん、まあ、専門家のあの取材などを見ていると、まあ、専門家の方々は、あの、まあ、高齢者と基礎疾患がある方は、強く、あの、接種を進めますと。うん、で、それ以外の方についても、 まあ、重症化を防げるという効果は、あの、期待できますから、うん、まあ、メリットの方が大きいんじゃないですか、と言っています。お<ー>それから、17歳までの子供、かはいはい、生後6ヶ月以上17歳までの人に関しては、えーえー、日本小児科学会が推奨していますね、えー、接種を<ー>、うん。まあ、なので、 いろいろ考えつつかかりつけのお医者さんに最終的には相談するっていうのも手かもしれません例えば受験を控えていて。いいざっていう時に、うん 感染してしまわないようにとか重症化しないようにとかっていうそう考えるケースもありますよねありますね、うん、でまあその受験の前の日なんかに打つのはちょっとすすまあまあそれはちょっと遅いと思いますが、うんね、まあちょっと前に打ってまあこれね、えー、まあ一二ヶ月三ヶ月ぐらいはあの持続すると言われているのでそういうのともこう観察しながら打ち時とか打つか打たないかっていうのを考えるという、はい、まあそういう作業がちょっと新たに私たちに求められているようです。うん はい、あのちなみにですけれども、はい、あのインフルエンザもこれから流行の季節になりますがあ、ええまあ、同時に接種してもそのお互いがけんかするとか効、うん、かないとかそういうことはないというのがあの国の見解専門家もそう言っていますので、ええ、あの両方に備えるという知恵も必要かもですね。う コロナにはな,ならないけどインフルエンザで寝込んだみたいなこともあり得るので特にインフルエンザは体の中の免疫が本当になくなっているような気がするんですよね。本当<ー> <laughs> <laughs> そうですよねあらゆる病気にちょっと免疫が抗体 <laughs> <laughs>、ね、がなくなっているこの3年間でしたのでその意味ではちょっと気合いを入れて考える秋になりそうですよ。ううん、そうですね、えー メリットデメリット両方考えながらそして迷った時はやっぱりかかりつけの医師に相談するっていうことですかねはいそれをお勧めしますはい、はい、わかりました本村さんありがとうございましたありがとうございました毎日新聞論説員の本村ゆき子さんでしたプロデューサーはコーザブロディレクターはボン AD はマイです。 ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖がった番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>